はい、こんにちはあ。昨日のことなんですけども、これテレビのニュースでやってたようですよ。えっ、ー、と、中継でですね、新型コロナウイルスの陽性者の情報を流出させたということで、福岡県が謝罪会見をしておりました。 まあ、約9500人分がネット上に公開されたということで、まあ、これが意図的なものなのか、ミスなのか、ちょっとまだわかりませんけど、この画像1枚では判断できませんので、これからね、いろいろと情報を集めてみようかと思うんですけども、どちらにしても、これはやってはいけないミスではないかなと、こういうのも医療ミスっていうんですかね。で、通常こういうこと起きそうにはないんですけども、うん、なんか、 どうもね、さっき入った一方だとこれ意図的に流している人がいるみたいなんで、えー、結構ね、この攻撃の矛先が福岡県に向かうんではないかなと思います。ただ福岡県って言ってもね、ただこのテレビに出てる人が何らかのミスをやったわけじゃなくて代表して誰かの代わりに謝ってるんでしょうけどもん、結局これ、他の都道府県でも起きうるってことなのかなと思いますよね。このわざわざ、 やらないとネット上に公開ってのはできないんで何かのミスでポンと上がるってことはないんですよねやっぱりそれなりに厳重に個人情報ってのはあ隔離されてると思いますんでねちょっとした操作ミスでそれこそね核ミサイルのボタンをうっかり押しちゃうみたいなレベルで起きるかってことなんですようん多分そのぐらいのことでやってると思いますんでこの9500人の方がねこんな情報流出されてしまって もしかして村八分になったりとか、あ妙なことになったりね、気に病んで自殺みたいなことも起きてくるわけですよ。で、お店をやってる人とか、会社に通ってる人だったら、もう来るなって言われたり、あの店行くのやめようみたいなことになって、ひどい目にあったり、時にはね、例えば集合住宅とかに住んでる方は、まあそれこそね、団地から出て行ってくださいみたいな、マンションから出ていけとか、あの住んでる町内から出ていけみたいなことになりかねないわけですよね。で、 出て行った人が行く先があるかって言ったらこれまた行き先ないわけですからそれこそポツンと一軒家に住むしかないみたいなことになっちゃいますよねうんそういうことを考えるとここでマスクしてね二人の人がなんか申し訳なさそうな表情を作ってね謝るふりをしてるだけで許されるのかなと思っちゃうんですけどもまあ途方もない損害賠償が請求されて福岡県が消滅解体になるってこともあり得るのかなと思っちゃうんですけどちょっと考えすぎでしょうかまあどちらにしてもね こんなことが起きるようではとてもじゃないけど県のその守秘義務っていうのはちょっと守れないのかなと思っちゃいますうん,うんだ、ね、私もビジネスやっていてたくさんの人の情報を預かってますけども何かのミスで9500人上がるってことはまあないと思うんですようんなんかね考えにくいですよね9500人ですよ だから一人とか二人とかっていうのがポンとね、どっかにメモっといたのがついつい出ちゃったとか、スマホのスクリーンショットが流出したみたいな話じゃなくて、9500人っていうと、多分エクセルかなんかのキーを付けたファイルでしょ。で、しかもそのパスワードも漏れたってことではないと、9500人分の情報がネットに公開されることはないわけなんですよ。だからこれは、まあ、おおむね意図的に何らかの目的を持ってしたもんではないかなっていうふうに、 私の方にね、連絡してくださる方がいるのも仕方がないことかなと思っちゃうんですけども、どうなんでしょうかね。まあいろいろと、物議をかもしそうな問題です。ただこれも、多分、多くの人はね、忘れてしまうでしょうね。ソフトバンクが情報を流出しようが、その他の企業がね、個人情報を出そうが、う謝罪会見一回やったらもう終わりなんですよ。そのくせね、こ市区町村っていうのは、その電話の対応とかね、 それから、窓口対応ぐらいしかやってなくて、私いつもね、市役所とか区役所に行くときに、一時くんのめんどくさいんで、メールアドレス教えてもらえますかって言うんですよ。そしメールアドレスないって言うんですよ。 で、メールアドレスでなんでないんですかって言ったら、セキュリティの問題でって言いますけども、いや、セキュリティなんてね、メールだろうが何だろうがあんたのところ漏らしてるでしょって言ったらまあ黙っちゃうんで、窓口の人には責任がないんでね、ちょっと言い過ぎたかなと思うんですけども、いや、実際その窓口の人にね、あなたはメール使ってませんかって言ったら使ってるって言うんですよ。じゃあ LINE の ID でもいいんで、それでも教えてくださいよって言ったら、いや、それを教えられませんって言うんですよ。いや、個人のじゃなくて、その市区町村でね、この役場で使ってるやつを教えてくださいって言ったら、ないんですって言うんですよね。いや、今の時代ね、 メールで受け付けてないとかね。総理官邸だってメールできるわけですよ。まあ、これでね <laughs>、どうしてね、じゃあそういう風にメールとか、ファックスとか使わずに、LINE も使わずにセキュリティがどうこうっていう、そういうところが、こうやっていとも簡単に9500人も情報を流しちゃうんだろうなと思って。私は非常にね、不都合であり不思議だなと思うんですよ。だったら、こういう風なね、行政事ってのは民間に委託した方が、民間の方がよっぽどしっかりしてますよ。 うん、それこそ顧客情報を取り扱っているような会社に外注すれば情報なんて漏れないですからねうんと思いますとてもねちょっとこう頂い,、うんね、い,いている身分や給料に見合った仕事をしているとは思えないんですけども今回の一件で全部をね全部のその市役所職員さんとかね公務員さんを否定するつもりはないんですけどもでもやっぱりね あのまあ公務ですから公のことをしてるわけですから、うん、ちょっとねだ自分のミスとか自分のやってしまったことは他の日本全国津々浦々の公務員さんに、うん、間違ったイメージを与えるっていう風な責任はあるのかなと思うんですよ、うん、企業でしたらねその組織だけの責任で済むんですけどもでも少なからずその業界全体が、うん、怪しまれたりするわけじゃないですか、うん、だからねなんかこう例えば私なんていうのはね YouTube やってますけどもその 一くくりに情報商材やとかね。それからネットワークビジネスは全部こうなんだとか、ね、ネズミこうなんだっていうふうに、やっぱり、行政の人ってやっぱりこうだよねとか、ならないように、やっぱりね、していきたいですね。私たちは、あの、企業は選べるけど、その行政は選べないんですよ。絶対使わないといけないんで、そういうふうなね、強制権があるわけですから、9500人をね、ちょっとね、<laughs> 知らせることはできないんじゃないかなと思うんですよ。で、申し訳ないって言うんだったら、このね、画面に出てる二人の人、いや、あなたたちの個人情報も晒しなさいよ、ということでね、ちょっと無理難題を押し付けそうなもんですけども、私がこのね、記者会見の場所にいて、で、責任の取り方はなんかないんですかってた時に、まあ、真摯に謝るしかありませんみたいなことを言うと思うんですよ。今後はなんか、セキュリティ万全の、体制をとってとか言いますから、と思うんですよね。そしたら、あの、9500人が、 公開されたことがどういうことか、身をもってしているために、あなた方の個人情報出しなさいみたいなことね、攻めようっていきそうですけどね、どうなんですかね。ちょっとこれは意地悪すぎるかなと思います。まあでもね、すごく大変なことが起きてるような気がしますよ、これは。うん、他の市区町村でもこういう問題が起きないように、うん、注意して見ていきたいですね。っていうか、見ていくだけで注意することは何もないんですけども。ん、まあ以上ですね。